難しい説明をするつもりはないが、お前みたいな合格者に暴れ回ってもらって、世の中にお前みたいな遺伝子は必要ないっていうふうになるのを待ってたんだよ。まあお前には分からないだろうけどな。おお、お目覚めかな一号。そしてこの人がお前の生みの親だ。お前ら気狂ってんじゃねえの。君は素晴らしい。君が寝てる間にいろいろ調べたんだが、君は超人類だ。はるかに人間を超越している。何ごちゃごちゃ抜かしてんだこの野郎。やっぱり本物だ、怒りや感情が。ぶち殺す。そう、イラつくな。他に知っとかなきゃいけないことを今教えてやるから。ああ厳密に言うと5年前のお前はこれだ。ベッドで目覚めたお前はヒューマンボディビルディングで作られたクローンだ。全てそれです。だからって卑下しなくていいんですよ。物質構成構造は本物と同じ、要するに骨なんですよ。少々無理はしました。じゃあ体が震えたり吐き気がしたり変な力があるのもそういうことなのかよ。スーパークローンを作るのが私の本当の夢です。君がどれほど能力があって何年生きていけるのかに興味があります。どういう意味だよ。クローンはなぜか早く死んでしまう。クローン羊ドリーも6年の命だ。ウイルスに弱い。ウイルス。俺は俺じゃねえ。今日その法案が国会で可決した。お前は国に認められたってことなんだよ。仲間になるか。なるわけねえだろ。神なんかじゃねえ、悪魔だよ。やめろ。一号、一号、貴様製薬会社の人間じゃないのか。スーパークローンを作るという私の裏テーマに手を貸してくれたんじゃないのか。なわけねえだろ。俺は悪魔の集団が作りたかったんだよ、この世で一番だな。あ、だけどこいつを見て気が変わったんだよ。おい、この施設跡形もなく始末しろ。はい。